どうも、ハンサムクロージです。今日はですね、こんなものを買ってきました。じゃじゃーん、スターバックスの新作ドリンク、マンゴー&ジェリーフラペチーノでございます。これをね、飲みたいと思って、まあこう雨止んだ直後にこうやって歩いてたら、つるって滑ってクリームがね、べっちゃーってなっちゃったんです。これショックです。本当はすごいこう綺麗だったのに。とりあえず飲みます。見てください、これこのね、赤いところがねジェリーなんですって。ジェリーつかゼリーっていうか、でこうマンゴーと2層になって、上にこうねホイップクリームがトッピングされてるっていうね。僕のようなマンゴー好きの甘いもの好きにもたまらないね、飲み物です。いただきます。ズボ、うまい、うまっ、うまい。このジェリーとジェリーってカッコつけていっちゃってな、このゼリーとねマンゴーのね冷たいフラペチーノがこう混ざってね、すごい美味しいです。マンゴー好きにも最高ですねこれ。でもね、僕はこれじゃちょっとまだ物足りないなと。これだけでも十分美味しいんですけど、もうちょっとねこうマンゴー感が欲しいなってことで、こんなものを用意しました。じゃじゃん、セブンイレブンの冷凍アップルマンゴーでございます。これをね足しちゃいます。ポン、はい、マンゴー足しました。なんだこれ、すげえな。ちょっとクリームの上に乗っかっちゃってるからもうめちゃくちゃなんですけど、これうまいはず絶対。混ぜちゃうか、ぐちゃぐちゃ。まあいっか。うわ、なにこれ。いただきます。うまっ、めっちゃうまい。冷たいけどうまい。これ最高ですね。ゼリーもうまいんだよな、本当に幸せ。ほんとこれマンゴー好きにはほんとたまんないですよ。めっちゃ頭キーンってなる。というわけで完食いたしました。にっこり。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。苦労して家までこうやって持って帰ってきた甲斐がありましたよ。本当に絶対気をつけよう、こけちゃう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 ってこう自分に言い聞かせたら本当にこけちゃうっていうね。いやー、でも全部ぶちまけなくてよかったなと今心底思います。お値段はですね、トールサイズが561円でした。点数をつけるとすると、まあこのオリジナルマンゴー&ジェリーフラペチーノはドルルルバン8ハンサム。セブンイレブンの冷凍マンゴーを入れた後のマンゴー&ジェリーフラペチーノはドルルルルバン10ハンサムです。満点の時はなんだっけ、キンコンカンコンキンコンカンコンカンカンコンってね、そういうやつですよ。キンコンカンコンキンコンカンコンカンカンコンじゃなきゃ、まあ、とにかく満点です。すごい美味しい、最高ですね。でちなみにですね、このゼリーはオレンジとイチゴと黄桃白桃の果肉を閉じ込めたゼリーだったんだ。すげえ、いっぱい果物入ってんだ。へえ、あ、そう、朝これ飲んで仕事行ったらこう脳みそがこうさえ渡るようなね、そんな飲み物だと思いました。はい、というわけで今日も幸せに一日過ごせそうです。というわけで以上、ハンサムクロージでした。バイバイ。We'll be right back.